は、りによる日本の漫画作品。スクウェア・エニックスのウェブコミック配信サイトガンガンオンラインにて毎月第一、第二週更新で2013年9月12日から2021年4月22日まで連載された。2016年よりテレビアニメ化や舞台化などメディアミックスも行われている。高校入学したばかりの足や花ハはそれまで妖怪や 幽霊の類を全く信じていなかった。ところが一週間前、突然もじゃもじゃした妖怪に疲れて、いやおうなしに妖怪の存在を信じるはめになった。日に日に体調は悪くなり、どうにかしたいと悩んだところで、妖怪払い屋の張り紙を見つける。わらにもすがる思いで電話をかけると、現れたのは、もっけ案の主、安倍春人氏だった。やがて足屋は、もっけ案や安倍を通じて、 妖怪と交流していき、彼らへの理解を深めていく。声は、テレビアニメの声優。木毛案の関係者2016年6月より9月まで、ATX、東京 MX 他にて、第1期が放送された。第2期、不機嫌なものの毛案職は2019年1月から3月まで放送された。第1期、第2期テレビアニメの放送に先駆け、 2016年6月24日にドラマ CD が発売された。収録内容は学校の階段編、登竜門編。不機嫌なもののけアンラジオの回のタイトルで2016年7月13日から9月28日まで、おっと泉にて配信された。毎月第2.4水曜日に更新。パーソナリティは、芦屋花海役のカジユウキと、 安倍晴人氏役の前野智明が務めた。2016年9月6日から9月11日まで赤坂レッドシアターにて上演された。足屋花海と安倍晴人氏の2役を、陳内将、入江仁義、元木き吉成、原島元久が役代わりで務める。不機嫌なもののけ安ン職に関するカテゴリー。ありがとうございます。